では引っ張りジャンプの解説からまず始めたいと思います。引っ張りジャンプを練習していけば、まあ、ロケットジャンプも上手くなるので、基本的にロケットジャンプも引っ張りジャンプも同じものです。向こう口にルアーをかけて反対側に引っ張ります。飛びたい方向の反対側に引っ張ります。こうすることでロープに張力を与えているわけですね。ここでジャンプと同時に、十字キーを反転させるわけです。今左ボタンを押しているので右を押すわけですね。ジャンプと同時に十字キーを反転、右を押すわけです。ジャンプと同時に右を押すと、向こう岸にかけ限界まで引っ張り、ジャンプと同時に右を押すと、こんな感じです。ジャンプと同時に十字キーを反転と、まあそんな感じです。でまあこの部分でもまあ同じように反対側に引っ張り、ジャンプと同時に十字キーを反転、右から左に反転させるわけです。ジャンプと同時に十字キーを反転と、まあこれが引っ張りジャンプです。引っ張りジャンプというのは、まあ、ルアーをかける位置で、まあ、こういう高い、まあ、普通のジャンプでは届かないところにも登ることができます。まず、とりあえず、まあ、なるべく上の方に引っ掛けます。で、まあ、最初は軽くロープを縮めてやった方がいいと思います。で、限界まで引っ張ると。こうすると、ロープの角度がこんな風に、上方向に向いているので、上の方にポーンと飛んでいきます。ポーンとね、こんな風に飛んでいきます。限界まで引っ張って、十字キーを右から左に反転と、まあ離すだけでもいいですけど、まず引って、まあロープを、このままではちょっとロープが長いので、まあこれでも飛ぶんですけど、軽くロープを縮めてやればいいんです。軽くロープを縮めてやって、まあロープを縮めれば縮めるだけ、まあ角度がね高くなるのでね、こんな風に、まあロープを縮めれば縮めるほど上の方向に向くので、角度が、だからまあ縮めてやれば縮めてやるほど、まあ威力は上がります。でまあ限界まで引っ張ったら、ジャンプと同時に十字キーを右から左に反転と、ジャンプと同時に反転、そんな感じです。ではロケットジャンプです。まあ同じように限界まで引っ張ってから、まあ発射するわけですね。ジャンプと同時に十字キーを右から左に発射みたいな感じです。あとはルアーを離して着地と同時にジャンプするわけですね。こんな風に。ではなぜ着地と同時にジャンプしないといけないかっていうと、まあ地面に設置しているとすぐに勢いが消えてしまいます。まあ地面とカワスターの摩擦によって勢いがすぐに消えるわけです。だからまあジャンプと同時に、あ、着地と同時にジャンプするようにしてやるわけですね。こうするとまあ端から端まで勢いを殺すことなく飛んでいくことができます。でまああとは離すタイミングですね。この今刺している場所がここなので、カワスターがここ真上に来たら離すと、ルアーを刺している場所の真上に来たらルアーを離すわけです。ここで離すわけです。この真上に来たらルアーを離すと、であとは着地と同時にジャンプしていくと、まあ、こんな感じです。では練習なんですけど、練習するときはロープを長めにしてやるといいと思います。この白い部分ですね、まあこの白い部分が見えるぐらいまでですね。まあ、ロープを長くすることによって、まあ、ここからここまで飛んでいくのに時間がかかるので、まあ、ルアーを離すタイミングが取りやすくなると。だから、まあ、最初はロープを長めにしてやるとかなり楽になると思います。まあ、最初にジャンプと同時に十字キーを反転させる練習ですね。右から左に。ジャンプと同時に十字キーを左に入れる練習。反対側に入れる練習ですね。で、次に着地と同時にジャンプする練習。まあ、一つ一つ指に立ちませてください。で、最後に、ルアーを離す練習ですね。ルアーを離す練習をしていくのがいいと思います。で、最終的に斜め下からのロケットができるようになればいいんじゃないかなと思います。ただ、ロケットっていうのはロープの長さによって威力が変わるものではないので、長くしようが短くしようが威力的には、まあ、多分ほとんど変わりません。だからロープは短ければ短いほど難しくなっていくわけですね。離すタイミングが難しいと。だから最初にロープを長くしてやれば、この離すタイミングを取りやすくなると。威力は変わらないって言ったんですけど、多分ですよ。ロープ長くした方が多分威力は上がると思います。このロープの角度がかなり鋭角になるので、威力は多分上がるんじゃないかなと思います。長い方がね、多分そんなに変わんないけど、多分長い方が威力は上がるんじゃないかなと思います。だからまあ最初は長めに、まあ、だからまあ実践でロープ、長いロープからのロケットっていうのを実践で使っても問題ないです。まあ最終的にはまあ斜め下からのロケットができた方がいいと思います。
では畳んロケットです。まあ畳むっていうのはこんな感じに勢いを貯めていってロケットにつなげるわけですね。まあ、これも同じように限界まで引っ張った後にジャンプと同時に十字形を反転させるわけです。で反対側でも同じように限界まで引っ張った後ですよ、早めにジャンプしてしまうとね、勢いが たまらないので、なるべく限界まで引っ張った後にジャンプするようにしてください。まあ遅れても意味がないので、まあその辺は慣れですね。慣れれば多分誰でも使えるようになるので、まずこの勢いをための練習ですねをやるのがいいと思います。でまあ着地と同時にジャンプという感じにやっていけばいいと思います。ただもかなり勢いがあるので、多少ルアーを離すタイミングやジャンプするタイミングが遅れても、まあかなりの勢いがあるのでごまかせます。ミスをごまかせるので、ただのロケットの方がまあ簡単だと思います。安全だと思います。でも やっぱり時間がかかるので、まあ上級者はまあ普通の1段ロケットでいきます。使っても2段までですかね。だからまあなるべく最初の方はただのロケットを使うようにした方が安全だと思います。まあ生命って2段ですね。使うとしてもやっぱ2段までですね。やっぱ時間がかかるので普通のロケット行くことの方が多いです。でロケットをもっと威力を強くしたい場合は、このジャンプと同時にロープを締めるんです。ジャンプと同時に下ボタンを押してロープを締めてやれば、もっと強い勢いで飛んでいくことができます。思いっきり限界まで引っ張った後にジャンプと同時にロープを締めてやると、こうするともっと強い勢いで飛んでいくことができます。ほーんとね。では勢いの比較なんですが、まあスタート地点からね、普通のロケットでは届かないんですが、まあロープを締めてやれば届くようになります。ジャンプと同時にロープを締めると、こうするとまあ勢いが強くなります。ただ2段よりは弱くないので、普通のロケットと2段のまあ間ぐらいの勢いですかね。ジャンプと同時にロープを締めてやれば勢いが強くなると、まあそういうことです。まあこのジャンプと同時にロープを締めるっていうロケットも、まあ最初はね長めにしてから行うのが楽だと思います。そうするとかなり楽にできるようになるので、まあ何にしろ練習はロープを長めにしてから行うのがまあ楽になると。最後に注意点なんですが、まあ限界までちゃんと引っ張ってくださいね。なるべく早くロケットをしようとして限界まで引っ張らずにロケットをしてしまうことがあるんですよ。タイムアタックとかやってると、なるべく早く発射したいということでやろうとするんですけど、こうするとリズムが変わってミスしやすくなります。だからなるべく意識的に限界まで引っ張ることをまあ意識してやるようにしてください。そうするとまあかなりミスは減るんじゃないかなと思ったり思わなかったりよくわかりませんが、まあそんな感じで限界まで引っ張りましょう。では無重力ジャンプです。無重力ジャンプ、このように、ロープを締めていって、まあ、ぶら下がる寸前ですね。ぶら下がる寸前になったらジャンプするわけです。タイミングの取り方はカーサーの手を見ながらジャンプすればいいです。このようにぶら下がる寸前になったら、まあ、カーサーの手が一瞬止まるんですよ。カーサーの手が止まったらジャンプと。カーサーの手が止まったらジャンプと。ここですね。カーサーの手が止まったらジャンプするわけです。ポーンとね。まあ、カーサーの手を見ていけばジャンプするタイミングっていうのはまあ簡単に取れるとは思います。ただどうしてもダメな場合は、まあ普通に軽く少しずつロープを締めていけばジャンプ力がどんどん上がっていきます。ロープの張力でジャンプ力がどんどん上がっていくので、タイミングが取れない場合は少しずつロープを締めてやればジャンプの高さが上がっていきます。こんな感じにね、少しずつ縮めていけばジャンプの高さが上がっていくと。シュンではまあ無重力ジャンプが使えないというか、ロープを巻く力が速いので、タイミングが取れないわけですね。スーファミ版ではカワスさんの手が一瞬止まってジャンプする間があるんですけども、プレステ版、シュンでは、もうかなり巻く力が速いので、手が止まった瞬間にはもうぶら下がっているような状態になってしまうので、まあ、シュンで使うんだったら、まあこのように少しずつロープを縮めてジャンプ力を上げていけばいいと思います。少しずつロープを締めていくわけですね。何もしていない状態ではこうですけど、まあ少しずつロープを締めていけばジャンプ力がどんどん上がっていきます。こんな感じ。ほんとそうすればまあ簡単によじ登ることができるようになります。